じゃあまあ、ラストに向けて、東大文献いきますか。はい。これ、どなたが話します？まあ多分みんな見といてるかなと思うんですけど。解いてないっす。ごめんなさい。あ、そうですね。なるほど。文まあ、系。これまあ第一問がクソ簡単ですよね、大沢さうん、これは簡単だね。ん。なんか工夫してもいいし、工夫しなくても簡単なんですけども、ゴリゴリでもいけるんですよ、全然簡単に。工夫ああ、しなく本当てにアもルちファょっと。とベータを求めるってこと？あ、違くて、さすがにそこまでしないですよ。それは工夫しなさすぎで、なんか時数下げとかせずに、普通に対称式だけでご利用して、なんか時数下げとかしました、大沢さうん、したけど、まあ、別に対称式の段階で十分工夫してんじゃないの？ん。それも工夫ですか？ いや、だって、それこそ解の公式でやってもこれ普通にできるから、うん。ああ、まあ確かに。なるほど。要は、ルートのところが全部消えちゃうから、まあ当たり前だけど。なるほど。うで、ん。まあ対称式と相加相乗でも一直線な問題ですよね。まあ、で、多少工夫するとちょっと計算楽になるかなっていうぐらいで。まあ、ただ逆にこれ僕、一回変な方向行ったりすると、またこれもちょっと苦戦するのかなっていうのもあって、そうでもないですか。まあ、ちょっと僕は実は変な方向に5分間ぐらい行って。なんかこれ、なんかこっちはアルファだけの式にした方が綺麗なのかなと思って、なんかいじくってやってたら、何の意味もないことをやってて。まあこれ、まあ何も考えず、だから一回通分しちゃえばいいってことですよね。まあ、通分したら分母がすぐ分かっちゃいますからね。そうですね。ちょっとなんか、バラバラに考えようとして、ちょっと失敗しました。まあでも本番だとなんかやっぱりおかしな方向行く人はいそうですけどね。どうしても緊張とかで。まあ、そうですね。で、第2問。これもどうです？大沢さん。第2問はちょっと待ってね。まあ、これも、うん、できてほしい。まあ、単なる、これ絶対値入り関数の処理みたいな感じですよね、確か。うん、これもできてほしいなって思うし、多分できると思う。なんかそれってあれですよね。ちょっと傾向の話ですけど、最近東大の文系って結構難しいとしては難しかったですよね。そうですね。昨年ってどうでしたっけ？昨年は、だから、あれですよ。理系の第6問の劣化版みたいなのが出てましぐたるね。ぐるのやつ。で、あれは、まあ、多分、政治的には難しいと思うんですよね。でもね、実際に聞くと、例えば1、2番とかは決して難しくないと思っていながらも、割とできてないっていう人は多かったようですよ。2年前、3年前ぐらいは結構難しかったような、ちょっと僕のボケた記憶だと。なんかここ3年ぐらいは結構、結構難しいですよね。難しいというか、1問ぐらいなんか文理共通の難しいのがあって、去年だとその確率のやつで、一昨年だと整数のなんかコンビネーションのやつですね。で、3年前はなんかなんだっけ、なんとか。母関数ですね、3年前は。あ、そうです、そうです。1たす2の n 乗 x みたいなやつを掛け算するやつですね。で、なんか文系には多分、もしかしたらきつくのかなって感じがするんなんで。か、得点開示出るじゃないですか、毎年。で、結構ツイッターに得点開示上がってるのを見ると、確か、去年とか一昨年は結構低い点数で受かってる人が多かったような記憶が、うろ覚えですけど。まあ、それこそゼロ感とかで受かってる子がいたような気がしますよね。まあでもで、その今ガチノベ先生がおっしゃった問題以外は、その割と解きやすい問題だったんじゃないかなと思ってますけそうどなんでね。すね。なるほど。で、第3問。これが理系と共通ですよね。私は。どうですかね。これまあ、結構、割と問題としては、なんかシンプルな確率の問題を出してきたなというのが、ちょっと意外だったんですけど。うん。まあ、でもなんか、これは、カッコ1は簡単だけど、カッコ2は、まあ、いくつか、てか配い合ろいがあっろなて、方法があるだろうし、これ採点するの嫌だなって思いました。部分点をどこであげるかってこと。まあ、まあ、合ってれ部分点ば。もそうだし、なんかもう、やたらいろんなババ焼きをしまくって、なんかね、まあ、合わ合っないてみてたいもちな、ゃんと、答案をどう採点するのかそうとですね。か、なるほど。これって、答え合ってれば多分満点来るかなって僕思ってるんですけど、どうなんでしょああ、まあ、確かにそれはありえそうですね。
確率ってなんかどこまで記述するかが、まあよく言われるんですけど、まあ答え合ってたら、まあ大体点数取るんですかね、やっぱり。だから問題は答えが合わないときに部分点をつけるという、そのところでどういうふうにつけるかっていうのは、一定の正しさを、一定程度正しさをちゃんと見なきゃいけない。他あるいはもうバッサリ行くのか。なんか予備校の回答とかってやたら日本語が長いやつとかよくあるじゃないですか。なんかあれも結構コスパが悪いなと思っちゃったりするんです、ね、まあ、それは別にそういう生徒が答案用紙に書く用のものとして書いてるわけでは。ないってことですよね。で、あと、この問題見てすごくびっくりしたのが、うん、東大って、あれをだ、あの、2、30年ぐらい、あの、いわゆるラプラスの確率を出さなかったんですよ。うん、うん。だから、これ、まあ、ラプラスの確率なわけじゃないですか。ちょっとラプラスの確率説明していただいて。ラプラスの確率っていうのは、だから別に、あの、何、要するに、全体分の部分で計算する確率。うん、うん、うん。そうですね。東大って基本的にはその何確率を積で計算する、あの、なんだろう。サイコロを、3回投げて、2の目が2回だけ出る確率みたいなのはよく出るんだけど、うん、そうですよね。その、要するに等確率性、なんだ、全事象が全部、あの、根源事象が等確率で、そのうちの何とかが起きる確率みたいなものは、大昔は出てたけど、うん、本当にね、あの、面白いぐらい出てないんですよね。ですよね。だからこれすごい意外だったなっていう気がして。東大らしくないというか。うん。だから結構予備校の推しとかも多分ラプラスの確率を避けて作ってるんですよ。うん、うん、うんうん。だからそれでこれが出たかと思ってちょっとびっくりしました。そうですよね。括弧には結構複雑で、まあ、答え合わせるのが結構難しいのかなっていう気がしますよね。うん。あ、でもこれってもしかして場合の数の問題として出してもそんな変わんないですか？うん。まあ、条件付きである必要はそんなにないですよね、これは。あの、確率じゃなくて、場合の数と。あ、そうですね。だから、うん、場合の数としても。あ、ただ、ちょっとこれ僕思ったんですけど、これって多分、結構みんな回答が、何でしたっけ？同じ色を区別せずやってたじゃないですか、大体皆さん。それってみんなそうやるんですかね、大体受験生も。いや、それはまあ人によるんじゃないですか。結構区別する人が多いのかなと思って。同じ黒でも。だからそこが、まあ、場合の数と確率で違うところなのかなとちょっと思ったんですよね。場合の数の問題だとすると問題文になんか書いとかなきゃいけない感じですよ。区別するかしないか。ああ、確かに確かに。そうですね。なんかそうですね。だから、まあ、結構生徒は区別するのかなって。で、あと、これ区別しなくても同様に確からしいってそんなに自明なんですか、これ。一般的に。まあ、それは区別したものが等確率なら区別しないのは、あの、等確率なのは自明なんじゃないですか。自明っていうか、何、重複度っていうか。あ、そう、結局かけるだけなんですけど。比率が一緒だから、それは自明でいいんじゃないですか。なるほど、なるほど。わかりました。なんか、この、すごい浅はかなこと言いますけど、うん、この、隣り合わないって、こう、こう先に並べて間に挟むみたいな感じの解き方するじゃないですか、うん、なんか去年の6番となんか2年前ぐらいの文系なんか文系の問題もなんかそういう解き方をすれば結構スムーズにいけたようななんか気がするんですけど、うん、東大好きですね。なんか同じようなテーマなのかな、どうなのかなっていう、うん、いるんですけど、どうなんですかね。東大はやっぱそういうのは好きなのかもしれないですよね。あ、ちょっとコメントが来てて、林先生から、僕も答えの数値が合ってれば、この類の問題は満点くると思ってます。なるほど。まあそうですね。僕もそうかな。あと林先生、僕は区別すると数がでかすぎて計算ミスしたんで区別しないときました。うんうん、あ、ただこれ区別、僕ちょっと両方やってみたんですけど、区別しても、その会場をちょっとうまく繰り出せば、そんなに計算大きくならないですよね。うん、なんで、まあ、ね、まあ、かなですか？ああ、だから結局一瞬その分子と分母に余計な数がかかるだけで、略分したらね、消えちゃうから、数自体がでかく、あの、真面目に計算したらでかくなるけど、真面目に計算しないで掛け算の形にしとけば実質変わらないからね。うん、で、第4もどうですか？第4も、ちょっと待ってね、第4も。こういうのってどうなんですかね？文系の子たちはどうなのかな？まあ、簡単でもないのかなっていう印象が、僕の中で。多分、1、2が簡単じゃないですか。
1、2取って、3の1は取って、まあ2が結構合否分けて、4も、まあまあ、得意不得意が分かれるところなのかなとは思ったんですけどね。なんか中学生でも解ける人はささっと。まあもちろんもちろん。うん、そうなんですよね。逆にどうなんだろう。逆にこういうの苦手みたいな人が多いのかな。そうですかね。これ大沢さん解けました？うん、解いたけど、まあ、カッコ1はできなきゃいけないと思うけど、カッコ2は確かに、まあ、できない子はいるだろう。でもだから、これ文系だけの問題なんですけど、うん、なんかちゃんとなんか難易度をコントロールして文系に出題してるなっていう感じがありますよね。うん、なるほど。だからちゃんと空間の一定程度その認識能力をちゃんと解いてるっていうのかな。で、ちゃんと分かっちゃえば、うん、まあそこまで難しくもないし、で、分からない人にとっては何が起きてるか分からないっていうまま白紙にしちゃうみたいな。うん。これ今年合格ラインどれぐらいですかね？結構高いですか？目標。どうだろう。40はいきますよね。まあでも例年そんなもんじゃないですか。うんうん。で、まあ簡単だから50ぐらいいっちゃうのかなと思って。そんないかないですか？そう、だから、なんか、その辺のラインが正直わからないですね。つまり。なんか、どっかの、あれ、河合塾の分析かな？河合塾の分析が、違うか。なんか、どっかの分析で3問は絶対取れみたいなことあって、本当かなってちょっと思っちゃったんですけど。まあ、絶対取ると取らなきゃわからないが違うことですからね。そうですよね。まあ、なんだかんだ3巻とかは難しいですよね。簡単。うん。いや、だから、僕は文系の生徒も持っているんですけど、あの、普段できる子でもこういうの意外に落としたりするから、でそれで普通に受かるから、わかります、わかります。だと、文系にとって数学は副科目ですから、うん、まあ、そんなに点数取らなくても他で取れば受かるんですよ。うん、